どうも高井です。特化したい分野があるなら速読を、知りたいだけなら熟読を。私自身が読書をしてきて思うのは、速読って知っていることだったら早く読めるし、ページをめくるのが早ければ早いほど早く読めるわけです。知らなかったら早く読めないし、この情報知らないなって思ったら読めないじゃん。早くペラ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 ページをめくれないと、いくら知ってても早く読めないんですよね。だったら熟読前提なんですよね。最初に熟読して知って、ようやく知った状態で速読ができるようになってくる。でもね、速読なんて全て知っているくらい、9割9分知ってるよってぐらいでないと早く読めないんですよ。知っている前提、早くページをめくれる前提でないと速読ができないので、そんな風に知っている本ばっかり読んでいったら、皆さんどう思いますか？つまないですよね。別に速読に憧れる人がいるっていうことは確かですけど、速読だけが全てではないよって話です。私は速読よりも熟読の方が大切だと思っているので、新しい分野に挑戦したいなっていう感じはするけどね。新しいことを知れることの方が価値ないですか？すでに知っているようなネタを見たとしても、皆さん全然関心を置かないじゃないですか。ああまたそれね、で新しい情報何って感じじゃない。その感覚があるんだったら、もはや速読よりも熟読なので、早く読めることよりもじっくり読み込んでいって新しい知識を得ようっていう感覚、それが大事だと思っているので、9割の人は熟読をやってください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。